コンビニだけでなく、イオンやドンキホーテなどの大手店舗からもビアボールが姿を消しました。ハッシュタグビアボールの60秒スペシャル TVCM が TBS、ハッシュタググッドフレーズにて初放送されます。5月9日、人気急上昇中のアイドルグループナンバーアンダーライン愛がサントリー、ビアボールの広告等に就任するというニュースが駆け巡ると、 ファンたちの間には瞬く間に歓喜の波が広がりました。SNS 上は祝福のメッセージと期待感で溢れ返り、彼らが織りなすであろう CM の世界観に思いを馳せる声が多数見られました。とりわけ注目を集めたのは彼らが出演する CM の長さです。さらに5月13日月曜日19時からは TBS ハッシュタググッドフレーズ の番組中に60秒のハッシュタグビアボールスペシャル TVCM が初放送される予定です。CM ではナンバーアンダーラインアイの魅力が存分に詰まった映像とともにビールの美味しそうなシーンも流れることでしょう。まだゲットできていない人は CM を見て再びお店へ足を運んでみてはいかがでしょうかテレビ CM で何度も見てきたナンバーアンダーラインアイとのコラボビールが ついに店頭に並ぶ時が来たのです。仕事帰りにいつものスーパーへ立ち寄ると、そこには山積みにされたビール缶の数々。ナンバーアンダーラインアイのメンバーカラーに彩られたパッケージは、店内に華やかな光を放っていました。これはもう、買うしかない。そう思った私は、迷わず3色すべてをかごえ。レジに並ぶ間も、 ワクワクする気持ちが止まりませんでした。しかし、私のように幸せな時間を過ごせたのは、どうやら幸運なケースだったようです。SNS を開くと、完売、売り切れの文字が溢れ返っていました。イオンやドンキホーテなどの大型店はもちろん、コンビニエンスストアでも、ナンバーアンダーライン愛のビールは姿を消していたというのです。 あまりの人気ぶりに販売開始からわずか数時間で在庫が底をついた店舗もあったとか。三人はいないけど、ビアボール発見グラス突き換えて浮かれていたらアセロラ買うの忘れたよ。先ほど言ったイオンさん。完売ですって言われました。完売どころか陳列もしてない。田舎だからびっくりマークも毎日探し回って凹む。 ファンたちの悲痛な叫びがネット上にこだまする一方でようやく三色とも見つけました皆さんも押し色が手に入りますようにと喜びの声を上げる人も中には上向き黒矢印の店も買い物をして帰る頃にはたくさん並べられてましたびっくりマークと補充された情報を共有する人もいました今回のナンバーアンダーラインアイとのコラボビールは 単なる商品を超えた一種の社会現象と言えるかもしれません。なぜこれほどまでに人々を引きつけるのでしょうか家に帰って早速、キンキンに冷えたビールを開封。グラスに注ぐと爽やかな香りが部屋中に広がります。一口飲むとすっきりとした喉越しとほのかな苦味が一日の疲れを優しく癒してくれるようでした。美味しい、そして ナンバーアンダーライン愛のメンバーと一緒に乾杯しているような不思議な高揚感に包まれます。こんな風に好きなアーティストとのコラボ商品を通じて特別な時間を過ごせるのはファンとして本当に嬉しいものです。しかし私のように幸せな時間を過ごせたのはどうやら幸運なケースだったようです。SNS を開くと 完売、売り切れの文字が溢れ返っていました。イオンやドンキホーテなどの大型店はもちろん、コンビニエンスストアでも、ナンバーアンダーライン愛のビールは姿を消していたというのです。あまりの人気ぶりに、販売開始からわずか数時間で在庫が底をついた店舗もあったとか、皆さんも押し色が手に入りますように、と、喜びの声を上げる人も。中には、 上向き黒矢印の店も買い物をして帰る頃にはたくさん並べられてましたびっくりマークと補充された情報を共有する人もいました。今回のナンバーアンダーラインアイとのコラボビールは単なる商品を超えた一種の社会現象と言えるかもしれません。なぜこれほどまでに人々を引きつけるのでしょうかナンバーアンダーラインアイというグループの人気が一番の要因でしょう。 YouTube での活動を通してファンとの距離を縮め、親しみやすいキャラクターで幅広い層の心をつかんできた彼ら。歌やダンスだけでなく、トークやバラエティ番組での活躍にも見られるように、まさに時代を象徴するアイドルグループと言えるでしょう。かつての広告は、一方的に商品をアピールすることが主流でした。しかし、近年の広告は、 視聴者との共感を重視する傾向にあります。今回のナンバーアンダーラインイの CM はまさにその恒例と言えるでしょう。親しみやすいキャラクターと60秒の物語は視聴者を引きつけ、ビアボールへの興味関心を自然と高める効果を生み出すはずです。アイドル像も変化しています。かつては手の届かない存在だったアイドルが、 今では SNS を通じてファンと交流したり、バラエティ番組で活躍したりと、活動の幅を大きく広げています。ナンバーアンダーラインアイもその流れを組むグループであり、今回の CM 出演は、お茶の間にまでその魅力を届ける絶好の機会になるでしょう。5月13日19時、TBS ハッシュタグ,グッドフレーズでの CM 初放送後、 SNS 上では瞬く間に、ハッシュタグビアボール、ハッシュタグナンバーアンダーライン愛といったハッシュタグがトレンド入り。ファンたちが投稿した CM の感想や興奮、彼らへの愛で溢れ返りました。60秒があっという間だった。ビアボール飲みたくなった。メンバーの笑顔が最高といったファンたちの声が、 ナンバーアンダーライン I の CM が単なる広告以上の存在であることを証明しています。それはファンとアイドル、そして商品をつなぐ、新しい形のコミュニケーションを生み出したと言えるでしょう。今回の CM は、従来の広告の枠組みを超え、現代社会における情報伝達のあり方、そしてアイドルとファンの関係性の変化を象徴しているようにも思えます。 YouTube や SNS での活動を通してファンとの距離を縮めてきたナンバーアンダーラインアイ彼らの親しみやすさは視聴者にまるで友達のような感覚を抱かせます。そして60秒という長尺 CM は彼らの人間に溢れる姿をより鮮明に映し出し、視聴者を CM の世界観へと引き込みます。私たちはテレビ CM というリアルな場を通して、 まるで彼らの日常を覗き見ているかのようなバーチャルな体験を得る。それは情報型の現代社会において気迫になりがちな人と人とのつながりを再び強く結びつける可能性を秘めているのではないでしょうか。ナンバーアンダーラインアイが出演するビアボールの CM は単なる商品広告を超えた一つの文化現象と言えるかもしれません。それは アイドルとファン、そして商品をつなぐ新しいコミュニケーションの形であり、変化し続ける現代社会における広告の新たな可能性を示唆しています。私たちは、この CM を通して、新しい時代のアイドル像、そして広告の未来を垣間見ることができるのではないでしょうかこれからナンバーアンダーラインイが、ビアボールと共にどのような物語を紡ぎ出していくのか、目が離せません。 しかし、この CM は単なる成功事例として片付けて良いのでしょうかアイドル人気と長尺 CM という要素だけで、このようなムーブメントを起こせるのでしょうか私たちはこの現象を通して、現代社会における広告の役割、そしてアイドルとファンの関係性について、改めて深く考えてみる必要があるのではないでしょうか